梅津智弘は山形県上野山市出身の元プロ野球選手。現役引退後、東北楽天ゴールデンイーグルスに3球で一軍初勝利を記録。その一方で、6月29日の同カードでは1球で一軍初の敗戦投手になった。シーズン2算では中継ぎとして一軍公式戦33試合に登板。 防御率2.53という成績を残した。2006年には、投球フォームで試行錯誤を重ねた影響で、シーズンの前半を2軍ですが、8月以降は1軍に定着。脱三振率が前年から2倍近くに上昇した。シーズン通算では、1軍公式戦23試合の登板で、防御率1.23を記録した。2007年には、シーズン通算では、 チームトップの21ホールドを挙げた。その一方で7月上旬には2軍へ降格と、なりその後すぐに1軍へと復帰したが、復帰後はビハインドの展開からの起用が多くなった。なお、シーズン終了後の12月21日には、モデルタレントの若林翔子との入籍を発表している。2008年はチームトップの64試合に登板して、 防御率2.62とセットアッパーとして安定した活躍を見せた。その活躍が評価され、契約公開では前年の倍以上となる3800万円でサインした。広島時代2009年はシーズン序盤は安定した投球を続けていたが、6月4日に右肩痛で1軍登録を抹消。3軍でリハビリを続けて8月2日の2軍の公式戦で、 実戦復帰登板となったが、その試合で右肩痛が再発した。登板1試合で再び3軍でリハビリを行うこととなり、そのままシーズン終了となった。周期キャンプ期間でも広島に残ってリハビリを続けた。2010年は敗戦処理やワンポイントでの登板が主となった。それでもなんとか防御率3点台を維持していたが、8月25日の 阪神戦で1イニング10次席点と大炎上し、防御率は6点台にまで悪化し、翌日2軍落ちした。1軍復帰後は成績を、2011年は中継ぎとして23試合に登板。防御率こそ2.70と良好だったが、左打者を苦手としたことからイニングを任されるほどの信頼は得られず、タイミング打者のワンポイントリリーフとしての起用が中心となった。 2012年以降は一軍公式戦への登板機会が大幅に減少し、同年には9試合、2013年には8試合の登板にとどまった。2014年には一軍公式戦で自身3年振りの2桁登板を記録した。しかし、10月28日に球団から戦力外通告を受けたため、11月9日には現役続行を視野に、 1> 第1回合同トライアウトを受験した。2014年11月14日に、東北楽天ゴールデンイーグルスと育成選手契約で合、背番号は139。移籍した2015年には、7月31日に支配下登録選手へ復帰するとともに、背番号を92に変更した。8月4日に移籍後初の出場選手登録。 翌5日の対埼玉西武ライオンズ戦で遺跡後初の一軍公式戦登板を果たした。この試合では球団側の手違いで自身のユニフォームの手配が間に合わなかったため同僚投手のケニー・レイのユニフォームを借りて登板した。だが、秋山正吾に本塁打を打たれるなど1回を投げて3失点という内容で交代した。結局、 梅津の一軍での登板機会はこの試合のみで8月9日に出場選手登録を抹消された。梅津はそのままシーズンを終えると10月2日に自身2度目の戦力外通告を受けたため同月31日に自身のブログで現役引退を表明した。楽天球団では2015年11月23日に2016年以降も 同級団の職員を務めている。同年から2017年までは1軍のサブマネージャーを担当。2017年には打撃投手も兼務しているが他の打撃投手と違って背番号をつけなかった。2018年から2軍マネージャーへ移動。ありがとうございます。